皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。ということでですね、新しいパソコンを買いまして、そのパソコンを使ってバシバシ編集をしていこうかなと、意気込んでいる次第でございます。今日やるあれ動画なんですけども、簡単なドラムシリーズですね。で、リクエストを今3曲いただいておりまして、その1曲目、今日やっていきます。新しいパソコンを使ってね、バシバシ編集して、どんどん動画上げていきますので、リクエストくださった皆様、もう少々お待ちくださいませ。ということでですね、今日やる動画なんですけれども、元欅坂46の平手友梨奈さんの楽曲になっております。こちらです。せーの、ドンということで、簡単なダンスの理由という曲をやっていきたいなと思います。この曲なんですけれども、非常にミュージックビデオもかっこいい。力強い。結構 YouTube で調べるとこれに合わせてそのダンスを踊ってみたとかなんか解説とかかな。結構それやっぱ踊りの動画が多いように感じました。ドラムの動画はですね、1個ぐらいだったかな。で、この曲のリクエストを今回いただきまして、これを簡単にしてやっていこうということでありますね。この曲なんですけれども、ダンスの理由ということで、やっぱり踊りの楽曲になりますので、いかに四分音符ね、しっかり打ち出して、踊り手さんが気持ちよく踊れるかっていうところが大事になってくるんじゃないかなと思います。なんか自分の演奏を聞いて自分の演奏に対してこれ踊りやすいかなみたいな、そんなところを意識しながらやってもらえるといいんじゃないかなと思います。ということでですね、まずいつも通り私のデモ演奏の方からそこにポイントをつけておきますので、気になるポイントがありましたら概要欄のリンクから飛んでください。で、その後解説なんですけども、今日はですね、全部で8個、8個の解説があります。8個の解説ですね。頑張ってやっていきましょう。ということで、まずは私のデモ演奏の方から行ってみたいなと思います。どうぞ。I'm gonna keep on running.
私のデモ演奏の方いかがでしたでしょうか。では次解説8個です。頑張ってやっていきましょう。どうぞ。では一つ目のポイントいってみましょう。まずイントロで出てくるフレーズですね。でこれイントロだけじゃなくて曲の途中なんかでも出てきます。タンタカタンタカを使ったフレーズです。やっていきましょう。でここの2小節なんですけども、まず1小節目はタンタカ、右右左でのタンタカですね。これを3回、タンタカタンタカタンタカでやったら、4拍目は右左右左でタカタカ。1小節目続けると、このような形です。で2小節目はその最後の4拍目、タカタカがなくて3拍目までで終わりになります。4拍目は休みです。2小節続けてみましょう。こんな感じです。1、2、3、4。もう一回やってみます。1、2、3、4。という形ですね。でこれなんですけれども、曲の途中で頭をクラッシュからスタートするパターンですね。最初のタンタカのタン、右手をクラッシュに当ててプラス右足のバスドラムから、っていうパターン出てきます。ポイント1-2とデモ演奏中になっていたところです。でここも手順は変わりません。右右左でいきましょう。右右左手順は変えず、右手をクラッシュに持っていって、そのクラッシュのところに右足ですね、それを当てるような形です。ここは手順、右右左でタンタカをやるということ、あとリズムですね。タンタカタンタカタンタカタカタカというリズム注意して取り組んでみてください。なんかこう更新をするイメージで、ドッ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 タンタカタンタカタンタカタカタカってやってもらうといいんじゃないかなと思います。では2つ目のポイントいきましょう。2つ目のポイント、その後ですね、この曲でよく使うリズムパターン、ドツパツドットパツというやつやっていきます。手は8分音符、右手8分音符で左手2拍目4拍目これです。で足なんですけれども、まず1拍目に足が1個入ります。ドツパツですね。前半で後半なんですけれども、今度足が2個、ドットパッツ、右手2個と全く同じタイミングになります。最初右手右足を2個揃えて、しっかりここ同時に2個揃えましょう。そしたら両手から右手、これが後半です。で前半後半つなげると、1、2、3、4、こうなります。これは右足ですね。右足をどこで踏めばいいのか、必ずすべて右手と重なります。右手と重なるので、どこの右手のところで右足を踏めばいいのか、そして、まあ、逆に言うと、あの踏んじゃいけないところで踏まないっていうところですね。左手落としたところでつられて右足踏んでしまったりしないように、足をどこで踏むのかっていうのをしっかり確認しながらゆっくり練習してみてください。でプラスしてこれクラッシュからあと入れるようにしてください。最初右手右足、このクラッシュからこうですね。このクラッシュからの入りは、最初右手をクラッシュにやって、その後ハイハット、まずこの2打を練習するといいと思います。右手右足クラッシュからハイハット、でその後両手と入っていきます。クラッシュを入れる場合は今のような形で、まず最初の2打ですね、最初の2打だけ動きを確認して、できるようになったら3打目も付け加えてとやってみてください。では3つ目のポイントいきたいなと思います。3つ目のポイントですね、すみません、この曲ちょっと A、B サビの、この区分けがはっきり分からずに、まあ、僕の中で勝手に B と名付けてしまったんですけども、サビ、おそらくサビに入る前のところ、ここをやっていきます。ここなんですけれども、ドッデパパッドゥンっていうフレーズです。足でまず1拍目2拍目、1、2を足で踏んで、
で3拍目の16分音符前の2つタタタタの最初の2つタタタタウンっていう感じですね。で最後4拍目足また踏んでドッドッタタッドッとなります。カウントつけてやってみます。こんな感じです。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。カウントなしでやってみます。1、2、3、4、1、2、3、4。このような形です。ここは足は1拍目2拍目4拍目で拍の表に踏めばいいのでそんなに難しくないかなと思います。3拍目の16分タタタタですね。ここをしっかり1、2、タタ16分2つで打てるように、早くなってしまったり遅くなってしまったりしないように注意してやってみてください。では4つ目のポイントいきます。4つ目、私が勝手に A の2と名付けたところなんですけども、そこの前半部分、またイントロとは違うスネアのリズムが出てきます。でここのスネアのリズムなんですけども、タンタンタンタタン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 タタン、このような形です。でカウントに合わせてやると 1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4っていう形ですね。でまず1拍目は1なので問題なし、1で2拍目は2拍目の頭と2拍目の16分4つ目の最後タッタッタッタ2というリズムですね。1、2、1タッ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 タというリズムになります。ここしっかり16分音符をまず感じながらゆっくりタッ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 と練習してみてください。で3拍目なんですけども8分音符の裏っていうのかな、16分音符で言うと3つ目です。タッ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 というやつですね。タッ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 で最後4拍目が拍の表タッ4拍目表なので、全部つなげるとタッ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 3、4、1タッ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 タンタで終わるような形ですね。ここ音符の位置が曖昧にならないようにまずはしっかり16分を感じながら今みたいな感じでタッ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 と歌いながら音符がそれぞれそのどこに来るのかっていうのをしっかり確認して練習してみてください。手順は自分のやりやすいようにやってもらって構わないかなと思います。自分のやりやすい手順でやってみてください。では次5個目のポイントいきたいなと思います。5個目のポイントなんですけれども、私ここ勝手にサビ2の最後と名付けてしまってるんですけれども、すみません。もし違うセクションだったら申し訳ないです。ここやっていきたいなと思います。でここの前半のまずスネアのリズムですね、A の2ポイントの4と似てるようでちょっと違うので注意していきましょう。でまずはここは2小節目を、こうヒントにやっていきたいと思うんですけども、2小節目こういうリズムなんです。パンパンパンパッパ、なんかこうポイント4と似てるようでちょっと違いますよね。後半の2拍3、4は一緒なんですけど、前半1拍目2拍目が A の2の2拍目3拍目と一緒、そういうとちょっとややこしいですかね。パーンパンパっていうリズムになります。まず1拍目、16分音符1個目と4個目、タッタッタッタタッタッタッタタッタッタッタっていうのが1拍目です。で、2拍目は16分音符3つ目。タッタッタッタ。タッタッタッタ。で、3、4拍目は A の2の3、4拍目と一緒で、タッ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 タ。全部つなげると、タッ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 タ
タタ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 タ。こうなります。で、1小節目はこれの1個目をクラッシュとバスドラムから、っていう風に入ります。で、4小節目なんですけども、4小節目タンタンタン、2拍目までは今まで通りやってもらって、タンタンタンで、3拍目スネアで頭を打って3を打ったら、その裏、サーン、8分音符で足を入れます。サーン、パッパッパッサーン、シー。こんな感じですね。1、2、3、4。4拍目はまるまる休みです。サーンで足が入ります。で、次、5小節目ですね。5小節目。タッ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 ってやつに足が、タッ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 タタとついて、もう一回やってみます。これ5小節目です。で、4拍目、そして次6小節目まるまる休みとなっております。じゃあここ、5小節分6小節分って言った方がいいかな。カウントも入れてやってみましょう。1、2、3、4。というような形です。A の2と似てるようで違うということ。で、あと4拍目が休みであったり、6小節まるまる休み、6小節目まるまる休みであったりとか。そういった部分があるので、まずはしっかり今みたいにカウントを取って、どこの拍を打ってるのか丁寧に確認しながらやっていきましょう。では次、6個目のポイントいきたいなと思います。その後、勝手に私が感想と名付けているところです。そこやっていきます。そこのリズムパターンですね。で、ここはバスドラムとスネアだけになります。バスドラムとスネアだけで2小節フレーズ、こんな感じですね。1、2、3、4。これの繰り返しです。じゃあこれ確認していきましょう。まず足なんですけども、足はまず1拍目の表1で、次2拍目の裏2で、そこの後にスネア3が入ってきて3で、4拍目足 C。 1小節目だけやると1、2、3、4、1、2、3、4。もう一回やってみます。1、2、3、4、1、2、3、4。で、2小節目です。2小節目は1拍目休みの2拍目に足2で、3拍目の表に足、あ、手を、左手を入れてスネアですね。で、3拍目の裏3、さっきのポイント5の4小節目の3拍目と同じような形ですかね。3と足が入ってきます。2小節目だけやると1、2、3、4、1、2、3、4となります。2小節続けます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4というような形です。で、実際はもうちょっと早いですね。これぐらいなので、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ブンドパンドゥンドパドゥンというようなリズムになっております。左手は3拍目です。で、あと足がですね、どこに入るのか、まず最初1拍目の表1、2拍目の裏2で、次4拍目の表4
で次2小節目に行って2小節目の2拍目の表1、2、で次2小節目、3拍目の裏3っていう5箇所で、足が入ります。その足踏むタイミング注意して取り組んでみてください。では7個目のポイントいってみたいなと思います。7個目のポイントですね、ポイント1の2のフレーズが入ってくるところの最後って言えばいいかな、ちょっと分かりにくくてすみません、そこなんですけれども、1、2、こういうフレーズ入ってきます。2拍分まず休んで、最初2分9分で2拍休んで、1、2からの3。これあれですね、感想のさっきのポイント6でやった2小節目の、これとタイミング一緒です。ただ手がフラムになります。で、フラムっていうのは、左右、同時ではなく、ちょっとタイミングをずらして、右先でも左先でもいいんですけど、ちょっとタイミングをずらして、パラッ、フラムって感じで打ちます。フラム。フラッ、フラッ、同時にならないように注意してみてください。1、2という形です。なんかこうパッとっと綺麗にここ止めたいですね。タイミングずれないように。1、2、こうですね。であとはさっき言ったフラム、両手をばらけさせて、音同時になっちゃうとかっこ悪いのでばらけさせて打ってみてください。ではラスト8個目のポイントいきたいなと思います。これで最後です。8個目、曲の一番最後のこのフィルインですね。そこまでずっとドッツパッツドッツパッツというリズムパターンでやってきて、その2カッコのところなんですけれども、まず足が1拍目の裏2拍目1、2、1、2、1、2です。で、ここのスネアが2拍目の裏から1、2、1、んとっとたたんっとっとたたとなります。んっとっとたた。で、次ここのタムが3拍目の頭ですね。1、2、3。1、2、3。んっとっとたたとん。で、最後4拍目休んで4クラッシュと終わりです。カウントをつけてやってみます。1、2、3、4、1、2、3、4、段。もう一回やってみます。1、2、3、4、1、2、3、4、段という形です。で、ここなんですけれども、最初の足2つはそんなに難しくないと思います。1、2で入ってきて、で、その後のここの手ですね、これが2で3拍目の表2、3となるので、この点のタイミングが注意したいところです。なんか3拍目の表から1、2、タタトンってやりたくなっちゃうんですけど、そうではなく1、2、タタトン、うん、バーンとなりますので、この手の入るタイミング注意しながらここの部分取り組んでみてください。はい、ということで本日の簡単なダンスの理由いかがでしたでしょうか。フレーズ的にはですね、まあそんなに難しくないスネアで打つリズムですね、そこがちょっと似てるけど違うっていうやつがあって、そこの打ち間違えとかそういったところがなければ、リズム、他のリズムパターンとかはそんなに難しくないんじゃないかなと思います。で、フレーズがそんなに難しくないので、動画の冒頭でも述べましたように、いかにこう踊り手さんが踊りやすいかっていうところですね。自分の演奏を聞いた時に踊りやすいかどうかっていうところをこう一つ判断基準として練習してもらえるといいんじゃないかなと思います。例えばどんなにこうかっこいいフレーズ、難しいフレーズをやっても、そのリズムがねこうずれていて、なんかこう乗りにくいなってなっちゃったらもうそれはダメなので、やっぱりねこういった簡単なフレーズでもしっかりドゥッ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 っていう四分音符を打ち出して、踊り手さんが踊りやすいように演奏してもらえるといいかなと思います。そんなところを大切に、この簡単なシリーズで楽しんでみてください。ということで本日の動画はここまでになります。あと残りリクエスト、今のところ2曲ですね、バシバシ作成していきますので、どうぞお楽しみに。この動画面白かったらチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。